アルマズチャレンジ。魂を持つ者よ、船に乗れ、出航だ、アルマズチャレンジ。ミネ君さ、唐突だけどさ、ゲームってする？する、携帯で。隅っこしてる。隅っこ、あの携帯じゃなくて、なんかこう、ゲーム機持ってる？他の。いや、持ってない。あんまゲームしないんだよね。そう、持ってないミネ君のために今日は、ゆうやがミネ君にプレゼントを作りたいと思います。いやさ、前回ね、あのさ、ダンボールで作ったけど、なかなかやらんねえよね。ちっちゃいんだよ、ね、ちっちゃいの、ボールがちっちゃいの。小さいね。小さいから、今日はちょっと大きめなものを一緒に作りたいと思います。はい、でかいのが欲しいので。でかいのが欲しい。でかいの、ちょっと一回でかいのが欲しいから、中身いらないわ。段ボールを使うので、はい、こう、高さが欲しい。これでもいいか。リハでも作るとは。あ、ちょうどいい。じゃあこれに穴開けます。穴を開けるフレークもね。そうです。これ開ける作業結構難しそう。あんまり力入れると下の段ボールにちょっと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 。あ、開けない。あ、そうだそうだ、元美玲君でこういう時容赦ないタイプ。慣れてきた。穴を開けます。おー、なるほど、あ、中に入れちゃった。できましたけど、こうとしてですね、はい、はい、これは使いません。あ、使わない。これが使えます。すごい、きっとこれは使います。いけるよ、いけるよ。こんなもんかな。でこれもせっかくなんで固定しましょう。固定する。ちょっとガムテレポをやってあげた方が。こう、何作ってるかそもそも分かってないからね。よいしょ。はい、で、はい、ほぼほぼこれで、これ完成だね。え、完成？完成だね。完成？本当に？え、これ何？お引っ越しといえばこういうものを、はい、なんかさ、そうね、梱包材、梱包材、はい、梱包材を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 、何すか？もっと？このぐらいだったら。
もう大体何ができたか分かりましたね。どういうこと？抽選で1名様モグラ叩きプレゼント、送料は
ご負担ください。やだ絶対。